今出た1時半ぐらいかな、作るのな、はい、よろしく、はい、皆様こんにちは、還暦想定入門者新米シングルスからです。今日は相模湖想定場でですね、久しぶりにシングルスカルを漕ぐつもりでしたが、ですね、風がちょっと強くてですね、病み上がりにはちょっと辛いかなと思いまして、ローイングマシンを漕いでました。ローイングマシンを漕いでると、まあ風の様子がですね、吹き流しの様子がわかるんで、それが収まってきましたので、ローイングマシン8キロ漕いだ後にですね、シングルスカルを漕ぎました。シングルスカルの方はですね、8キロ漕ぎまして、まあ、両方で16キロぐらいになるのかな。まあ、16キロ漕いだということです。2023年12月の27日水曜日午前中、今年最後の漕ぎ納めです。相模湖想定場そのものはですね、29日から休みです。お約束ですので29日からお休みということですね。今日はローイングマシンを漕いでいたら、男性の高齢の方だったと思いますけども、ローイングマシンを漕いに来られてました。まあ、今まで2月間ぐらいかな、2月ぐらい毎週ローイングマシンを相模湖で漕いでいたんですけど、いつも一人でしたんですが、今日初めてその方がお見えになりましたと。名前はケータニさんっていうのかな。事務所の方にお聞きしましたところ、実際の船は漕がないんでエルゴマシンだけ たまに来るそうです。まあでも漕ぎ方はですねすごいですね。私のペース、ストローク16っていうペースよりははるかに速い、もう動きがキビキビとした方でした。まあそんなんで8キロ漕ぎましたところで風が収まりましたので、急遽シングルスカルを漕ぎました。まあシングルスカル2時間単位で漕げるので、一応2時間を漕がしてもらうことにしまして、まあ実際には8キロかな、8キロぐらい漕いで上がりました。まあ、漕いでるうちにだんだん風もですね強くなってきまして、漕ぎ終わった後手を湖から上げるんですけど、ちょっと一人で風向くと振り回されたりして危ないので、事務所の想定場の事務所の職員の方に、お手伝いしてもらいました。まあ今年1年何回漕いだのかな、去年はブランクがだいぶありましたけど、今年はちょっと膝の関係で、ローイングマシンしか漕げない時期もありましたけど、まあそれでも43回ぐらいは今年は漕げたような気がいたします。まあローイングに関してはそれなりに充実してたんじゃないかなと思います。まあボートクラブ宮ヶ瀬ボートクラブの方ね、なかなか足が運びませんでしたけど、まあ、宮ヶ瀬ボートクラブはですね、シングルスカルを漕ぐために、通常ですと、まあ、9時集合なんですけど、7時集合でですね、まあ、7時集合にするっていうのは風が収まってるからなんですけど、7時集合で、シングルスカルを漕ぐ機会があるようなんですが、まあ、私はちょっと7時集合っていうのは相当早く夕
から漕ぐっていうのは私にとってはですね、体調維持管理なので、自分の好きって言ったらおかしいかな、自分の所掌っていうか責任範囲で、漕げる相模湖が、まあ、よろしいですね。まあ、相模湖ですと水温がですね10度 C 以下になってもですね、まあ漕げますので年中漕げるということでですね、私の体調管理にはふさわしいと思っています。まあ、残念ながら、高校生が使う練習でシングルスカル男子用がですねもう全て全滅してしまったんで、今日はですね私は女子用のですね、シングルスカルを漕がさせていただきました。まあちょっと迂闊だったんですけど、ストレッチ屋が随分後ろの方にあるので、まあ女性ですのでね、体幹が小さいのでストレッチ屋を前に持ってくるとき、後ろに持ってくるっていうのは分かるんですけど、それに合わせてシートレールもですね随分後ろになってるもんですから、私が今日前いっぱいに出ようと思ったら当たっちゃってですね、まあ今後は気をつけて、シートレールの方もですね十分前に出さないといけないかなというふうな感じをいたしました。今日はですね山梨県の河口湖からですね合宿に来られて生徒さんたちが20名ぐらいいたのかな、元気に練習をされていました。河口湖の方は凍っちゃってるんですかね、まあ、凍っちゃってるっていうのと寒いっていうのと両方あるんでしょうけど、まあ、全部船自前で持ってこられるっていうんですから、すごい学校だと思います。まあそんなんで今日は無事にですねシングルスカルのを漕ぐことができて、今年1年の漕ぎ納めとしてはいい形だったのかなと思います。来年も